え、コルビルベンチなんだ。そっか、ブライトンのスタメン出たか。ほんとだ。一応ベンチ入ってるだけいいけど、あれ、怪我明けなんだっけ？ユナイテッドマルシャル出てくるですか？あ、カゼミロ出る。あ、そっか、リサマルいねえんだよなぁ、お怪我で。でも、三笘出るだけいいですね。あと、この間、演出が良かったんだよね、すごいね。あ、右サイドバックパスカルグロスめっちゃいいじゃん。そっか、あれだからか、フェルトマンが。いや、このエウスターンとコルビルだったらなぁ。ユナイテッドはリンデルフルクショーなんですね。そう、演出とスタメンいいですね。この生きのいい選手ね。使ってさらに結果出して、こっからバンって上がってってもらうっていうのはね。大事ですからね。試合予想、予想とかあんまり、そうだね。でも後ろ安定しなそうだから、あ、でもどっちのチームそうか。面白いサッカーしそうな方は当然ブライトンなんですけど、勝つ、負ける、うんぬんで言うとな、ニャン対アントニー、グロス対ラッシュフォードで、ラッシュフォード前向かしたら危なそうだね。エムスターのとこコルビューだったらブライトンって言い切れるんですけどね。これマジで五分だな。ボール持たない方が勝ちそうですけどね。あ、三笘対ワンビサカ確かにね。ね、三笘中井くんにも中渋滞しててね。しかもブライトンのよくある現象で、ここの、ね、ボール持ってる人がこう入りすぎてサイドバック上がってるからさ。結果、ここの線繋がってなくて、繋ごうとして降りたら降りすぎになって意味なくなるっていう。本当はこうでこうだったらね、まだワンビサカとのね、駆け引きできるんだけどね。そう、今のルークショーぐらい行った方がいいですよ。ちゃんと半身になって足出して。ただゆっくり整体ついてってさ、足出しても届かないところでさ、プレッシュ、あの、いないのと一緒だから。で、この縦からのレイオフって、この角度が多いじゃん。この、こう当てた後の、こう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 、みたいな、この状況出すさ、ウィニーと、3人ぐらいでさ、こういうになってる。で、ここ1個飛ばして、こう、こう、角度見る。だから、中央を、まず封鎖したところから、サイド追い込んで、こっから動作出しすると、このレイオフの角度も少なくなるし、そもそもやりにくくなるから。みたいなのはやんないから、まあ、ブライトンがこのスーパープレイするか、ユナイテッドがそれカッサラってカウンターするかってだけだから、もうそうなってくると、これはもう、タラタッティーやタッティーや、タラティタッティーかですよ。ブライトンのビルドアップがうまくいくか、ユナイテッドのプレスがうまくいくかどうか、みたいな、ね。マルシャンのプレス大御所する。まあ、一応やるだけね。まあ、通戦場からね、本当に両サイドバックがまあ絞るから、もう三笘に一発ではもうパスいかないというか、もう中を崩したところから。あれ、ブライトンシティって結構最後の方か、そこ見たいけど、しっかりプレスやってくるチーム。ゆるふわハイプレスじゃなくて、ガチガチのちゃんとしたプレス。そういうチームにこのビルドアップの、やれんのかどうか見てね。やれんのかって。やれんのかって。ほんとさ、言ってるだけじゃん。もう今とかめっちゃわかりやすいよね。行かないと怒られるから一応言っとこうか。この横向いた瞬間が一番行かなきゃいけないんだけど、なんか緩めんだよな、ユナイテッドプレス。横向いたらその前の方にしか行けないし、反対切り返されたとしても、そっち側にはスピード絶対落ちるんだからさ。これがもうずっと前半から続いてるからサッカーの話しないんかって言われてもいいよ。今のね、ウェルベックのフロントバック入れてのプルアウェイ良かったです。いや、アンビサが強いのはそうだけど、ブライトンがもうだって、ここしか狙わないビルドアップだし、ユナイトンはそれに対して、ブライトンここしか狙わないユナイテッドは、それにプレスが緩いみたいな。あとはもう、なんか決まった時に、おーっていう。解説だってめっちゃうまいんですと思うんですけど、何がいいんですか？立ち位置と予測。立ち位置そうなんだけど、ここで受けるっていうところに、ボールホルダーが出せるタイミングで降りていく。で、その時に、落とし先をしっかりプランで持ってて、ただ、懐にボール、懐っていうか、へそ下？へその下にボール引き込めるから、落とすこともできるし、落とさなくても、へそ下に引き込んだところって、人間そこから一気にボール動かせるよ。でも、カットしに来る側は、足でボールつこうとするから、大股になったりとか、しっかり小股で半身で寄せる人なんてなかなかいないから、だから解説は常にね、後出しじゃんけんできるような落とし先のビジョンも持ってて、自分自身がターンするプランも持ってるみたいな。で、それをちゃんとフィジカルの保険も効くし、周り見ながら、その時のプレイメモリー、今までの培ったプレイ、てかセンスある人だから、センスの人だからこそこんなにリズムのプレイできるのに、普段の生活ではアーセナル行こうとしてダダこねたり、マドリーに行ってみたいとか言っちゃうから。今言ったような、この論理的なうまい理由をセンスで、この瞬間的にできる身体操作性と脳みそのこの瞬発力持ってるんだよ。じゃあ。もう真面目な時間終わり。バイバイ。三笘いい突破したけど、突破というか、三笘にはダブルチームだね、みんなね。しっかりチームとして戦えてるのはブライトンだと思いますね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ではゾフトボでした。バイバイ。